待ち申したよ、待ち申したんやけど、待ち申したんやけど、はいはい、届きました、届きましたよ皆様、届きましたよ。あ、開封する前に挨拶しな。毎度アクセスお願いしましょう言うとりますけども、なんでこんな元気かというと、届きましたよ。見てください、この白い箱、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 そしてこちらに Thank you。 まあこのね Thank you っていうのを見たら分かる人はね分かると思うんですけど、僕は初めてなので初めて見ました。噂には聞いてました、この Thank you はね。はい、開けていきましょう。わお、あのしがみと、うわっすごっ、マジステッカーついとる。まあステッカーは後で見せますか。ってことでオープンいたします。あ、見えちゃった。はい、こちら靴っぽいですね、何かね、靴っぽいですね。ナイキズームコルテッツ SP ってなってますね。はいはいはい、優しく開けてこうな。うん、わお、いきます、3、2、1、こちら。そうなんです、絶対こうなんです。3、2、1、はい、こちら。そうなんです、これはもう常識です。この次、これをめくるととある商品が出てきます。それではいきます、3、2、1、はい、こちら。はい、ってことでこちら、酒井とナイキのコラボです。ほら見て、ここに酒井って書いてるでしょ。うん、僕はそのあんまりアパレルのねブランドとかそこまで詳しくないんですけど、今回ね酒井っていうねブランドとナイキのコラボのねモデルコルテッツが出ましたと。なんとこのコルテッツ今年50周年のねアニバーサリーイヤーなんですよ。欲しいと思って、あ欲しいと思って、これも聞いて、あ、まあまあ先見せる、先見せようか、商品ね、商品先見せよう。はい、こんな感じですね、見てください、なんかそういう二重系が多いらしいですね。なんかかぶせたり、僕本当にそんな詳しくないんでね、まあただデザインがめっちゃかっこいいなと思って買ったんですけど、まあ普通のコルテッツじゃないですよね。まずここのスウォッシュ、今言ってたその二重になってますね。で内側はシンプルなスウォッシュですね。でアッパーのここのつま先、あーここは上質なスウェード使ってますわ。ここ分かる、入り口のところ二重になってるんですね、これ。はあ、でもそれだけじゃない、もう見てわかるようにね、ここのミッドソールもねカラーがオフホワイトのカラーとブルーのカラーで、いやかっこいい、かっこいい。そしてなんといってもこちら、はい、わかりますね、ビジブルエアです。なんと、まあこれはガチかっこいいわ。でヒール、ヒール見てください、ナイキと酒井かぶっとる。このかぶすのがおしゃれなんですかね、この酒井さんので、さっき言ってたこれがステッカーですね。トラビスに続き酒井まで当たりました。ズームコルテッツお値段22,000円です。で聞いてください、これね本日今届いたのがね9月7日20時でね、もうこれ大変やった、手に入れんの。8月30日の6時にね、酒井のインスタの公式アカウントでストーリーで上げたそのリンクからね抽選応募できるんですけど、まあ待ってました、8月30日6時ぴったり。確かね僕スクショしてたんですけどね、あるかな、あ、こんな感じ、 You are in the wait time 32 minutes って32分ぐらい待てみたいな感じで出てたんですけどね、これがねもうえぐいえぐい、マックスで僕 10時間か、10時間も待てるか思ってね、耐えろと思いながらその特設サイト開きながらずっと待ってたんやったら、1時間後ぐらいに急にこの32分とかのやつがねだんだん早なってきて、ええみたいな、選べる選べるってなって、選べたーってなったん、ってやってったら、でも全部英語、全部英語、めちゃめちゃ難しかった、やんの。まだ喋れるのはできるけど、文字読んでそこ記入すんの俺むずー思ってね、無事ね当選しましたと。で31位スニーカーズで、まあこれ抽選だったんですけど、まあ、スニーカーズの方では見事外れました。
この動画見てる人ね、ほんとあの酒井のね、あのインスタのあの抽選した人、多分僕の気持ちすっごいわかると思う。めちゃめちゃ待ったよね。しかもインスタから行って待ってるのと、そのインスタからサファリ開いてサファリで待ってる、僕2個やってたんですけど、サファリの方が断然早かった。ワンチャン僕抽選してる時あの 5G なんで勝てんじゃねって思ってたんやけど、関係なかったね 5G も。テンション上がりすぎて何を話したらいいかわからんわ。うわ、実物で見るとバリかっこええで。うん、さっき言うの忘れてたけど、ここはねナイロン生地ですよ。はい、まあコルテッツが50周年ということでね、はい、こちら当選したので開けさせていただきました。うん、もう僕って大体平均再生回数が100回ぐらいなんですけどね、あのトラビス、ナイキとトラビスのね、あの数字がエグかったんで、ちょっと手に入れたスニーカーをね紹介っていう形で今回こうやって開封動画させていただきました。まあ、ちょっと靴好きなぐらいなんで、次回手に入れたい靴も決まってるんです。次僕ね欲しい靴決まってまして、ホセ・バルビンのジョーダン2なんですけど、バチクソ高いんですよ。3万ちょいするんですよ。いやけどね、それねすごいのが光るんですよね。だからもし手に入ったらその開封動画もやるかもしれません。はい、ということで、靴好きの皆様、僕みたいな無知がね紹介してちょっと気を悪くしないでほしいんですけど、まあ僕もね多少は靴好きなのでね、はいはい、ってことで本日もご視聴ありがとうございました。もしねスニーカー靴好きな方はね、結構僕も靴好きなんで、ご協力、チャンネル登録のご協力本当によろしくお願いします。はい、キューテーイエス、アクでした。いやーこれイカチ、マジでイカチいな。これバリかっこよない？これイカツすぎてポーン、綺麗にシーマを。I'm not afraid to die.